こんにちは。ご来館ありがとうございます。今潮美術館では美術品のほか海藻タルトバを提供しています。なんかこれで説明見れるんですね。今潮美術館ではランチタイムに海藻タルトバを食べることができます。おそばはこんな感じ。びっくりした。今ランチタイムは11時から14時までです。海藻タルトバは700円。現在レストランミュージアムサロンは9月24日まで無休で営業しております。美味しいおそばをぜひご堪能ください。食べに行きますか。こちら入り口入ってすぐ入る、左に入ると沼塩さんへの説明が、の情報が流れていて、この映像が見ることができます。ということで、ね、まさかね、美術館に来てそばを食べることとは思わなかったんですけど、はい、美味しそうですね。この時期、このメニュー、こちらのお一つだけです。海藻ザルサバということで、海藻が練り込まれてるんだと思います。そばにね、ちょっと食べてみたいと思います、はい。いただきたいと思います。すいません、県外で入館券を購入の件、うん、噛み応えがあって美味しいです。次の順路行ってみたいと思います。綺麗でしたね。綺麗でしたね。幻想的でした。またここはセクシーゾーンです。セクシーゾーンですね。ここは親子ゾーンですね。はい、リマシオゾーン、はい、でこっち行ってみましょうか。あら、また増えてるみたい。チンパンジー、なんかソファーありましたよね、前。ありましたね。奥に前来た時ソファーに座ったんですけど、今ないですね。これも破片がすげえリアル。なんか全部に言えるんですけど、このカメラを通すとこの破片とか一部の顔とかが浮き出て見えるんですよね。これもなんかその計算でやってらっしゃるのかちょっと謎ですけどね。技術を使って描かれてるんだと思います。鳥人間ですかね。やっぱり動物と混ざってるみたいですね。赤ちゃんですね。でも目ん玉が描かれてないですね。うん、どの辺に、はあ、確かに黒目がないけどどこ向いてるのか分からない。うつむいてる表情が多いですよね。そうですね。割とうつむき加減というか。そういえば猫いないですね。オープニングで言っていた猫がちょっとまだ見当たらないですね。まだにちょっと猫見当たらないんですけど、ちょっと猫も探していきましょう。そうですね。そうだそうだ。ということで人類4に来ました。はい、こちらの東屋さんの絵が飾られてます。油絵じゃなくてパステル画になってますね。でも動物と他のエリアみたいなのが混ざってます。続いて順路の5、順路5、岡村さんいますよね、さっきから、うん、やっぱり、なんだろう、
中村さんといえば特別なんですよね。1万年後のディマシオさんの想像に現れるという。ここ展示品ですね。すごいなんかこう綺麗ですね。ステンドグラスとシャンデリア。実はね、ちょっと上を見上げてみると絵が飾ってあったりと。この辺に来る と、 ちょっと油油彩だけじゃなくてパステル画っていうものも入ってきています。ディマシオさんの作品だと思うんですけど、これは違いますよね、うん、カラス花瓶かな、花瓶ですね。グラスと花瓶ですね。ってことで10分これも芸術？違う？え？いや、これもそうかもしれないですね。芸術なの？ここら辺はちょっと、なんでしょうね。でもこういうの結構好きです。こういう世界。こういうわけのわからない色の合いが好きですね。色で感じるっていう。色を見て感じるものがあるんです。レインボーです、まあ、これでちょっと1階ある程度順路を見てたんですけども、まあ、2階に行くと川島真紀子展というものがあるみたいですね。猫いないですね。そう、猫いない。残るは上ですね。上に行ってみますか。猫ちょっと探しに行ってみます。その川島さんの展示もちょっと見れますか。猫の足跡あるから多分こっちにいると思うんです。ちょっと行ってみましょう。上にそうですね、足跡あった。